りした今。びっくりしてカサカサしちゃったもんね。あっちさ、明らかに邪魔でしょっていう感じだったから、こっちにどかしたんだけど。廊下ね。廊下に。え、撮った今。え、いやー、驚いてたかわからん。人知れずガサガサやった。ここやったね。うわー、でもちょっと嬉しいな。でも、実際ここでやったことはあるんだっけ。やったこと…なんか登ったんだよね。あ、登ったから、うん、爪研ぎって感じじゃなかったけど。え、初爪研ぎこの状態でやった、もしかして。今のは爪研ぎだった。ちゃちゃるわ。ちゃちゃは上タイプやもんな。あ、そう。ちゃちゃ上タイプ。やばい。ちゃちゃ物足りてないんかな、家の壁でやるってことは。いや、そんなことないじゃん。そんなことないよ、だって今までと変わんないもんね。やるとこが、なんか柱っぽいね。うん。あとね、あのね、一つね、俺勘違いしてたことを気づいたの。ちゃちゃ、ちゃちゃ、勘違いしとった。前の家で、できなかったんでしょ、やらなかったんじゃなくて。このクロスが違うの、このタイプが。それダメ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 。ここでやんないよ、こういう角ではやんないの。こういう角では、こういうこと。あのね、なんだろう、棒みたいになってる、なんか、角の2点角がある、こういうクロスでやる、決まって。だそういう角ではやんない、そこ、そういう角では。姉ちゃん、やりそう、すごいやりそう、めっちゃ伸びるやん。やらへん。マロンくんみたいに長え。長え、じゃじゃ、今長え、ちゃちゃ。だからこの前俺が、あの、前の家ではやんなかったみたいなこと言ったんだけど、それは違くて、前の家ではやってたじゃん、うん、それ似たようなクロスだったよ、うん、こんな感じってことは、前の家ではできなかった、うん、クロスが違うから。このクロスはね、気をつけた方がいいね、こういう目の、うん、え、でも今ねで話してたよね、ちょうど。でもここになんかやったらいいんじゃないかみたいな。そう、そこにね、あの、養生テープをね、貼ったの。ご覧して、これして、ね、ダンボールね。ヒロミ、今言った通り、クロスが違うからやんなかったでしょ、うん、でクロスをツルツルにしてあげたら、やらなくなったよ、うん、へぇ、今んとこ見てな、やってる姿。そうなんだ、うん、これはもう最高でしょ。やってって言ってやってくれるもんじゃないからね、本能的に。これに関してはで、マロン、マロン、マロン、さっきやったもんね、マロン君。冷たいダンボ、遊んでほしいばっかり今。飼い主がね、よく手を見せると、なんでここに座ったのね、ちゃちゃ。なにこれ、あると座りたくなっちゃうもんね。ちゃちゃはやっていいんだよ、やっていいんだよ。まあね、こうしてくれるとやっぱ作りたくなるけどね、うん、いや、一筋縄じゃいかんよね。じゃ本当に今は、引っ越してきたばっかりっていうのもあって、スタジオの方がでかすぎて、そこの、あの、お手入れが大変ですよ。やっぱさ、どちらかというとさ、設計じゃない、うん、あー、それはあるね。再設計して。これ、あの、不用意にできないってのもある。一からじゃないけど、うん。あの、なんていうの、そこの部屋も、なんか危なくて使えなくなるやんか。いろいろ工具とか持っていくと。あ、そうだね。だから一気にバッて作らないかんで。うん、っていうのもある。しっかり安全設計しないと、しっかり安全設計を考えないといけないからっていうことですよね。でね、もうどんどん後回しにね、なってくるね。今度はさ、ちゃちゃもなんか日常的に使ってくれるような、あ、それいいね、作りにしたい。それいい。さ、マロンくんがやっぱさ、運動神経からすれば日常的に作るんだ。ちゃちゃもう普通に行けちゃうみたいな。丸くやってくれた、丸くやってくれてありがとう。やっといてくれたね。ちょっとやっぱ時間かかるからね、次の爪研ぎまでに。最後らへんしかね、映せなかったけどね。マロンくんバシバシやってたでしょ。キャットタワー復活目指して頑張ろうな。それまであそこでバシバシやっていいで、バシバシ爪研ぎやっちゃってください。そしたらね、また作ったらさ、ね、できたとこでバシバシやるかもしれないから、まあちょっとまだいつになるかわかんないんだけど、楽しみにしてください。